然ですが、簡単アイライン自作ワンコイン10分でっていう動画を2022年に20ミリライナーを使って2020にまずは型取りをしました。こちらは過去動画、養生テープを貼ってメガネガンシュ沿ってなぞります。ライナーの上の基準を決めてテープを貼り、ハサミでチョキチョキ切りました。これええやんって思って作ってたんですね。まああれからいろいろありまして、貼ったり剥がしたりイメチェンを繰り返していました。チョキチョキ切ってですね、1個作ればひっくり返して裏から切れば反対側は作ることができるって説明してるんですね。ハサミでチョキチョキ切るだけのアイライン、同じもの完成したって話なんですね。あとはペタッと貼り付けるだけ。メガネガーニッシュに沿ってぺったり貼り付けるだけでした。あっという間に完成しました。可愛くなりました。ワックスレーシン言うてたんですね、2020には。そして今回、優しい顔のカーボン調アイラインの作り方ということで、そして2024年、フロントもいろいろイメチェンしまして、この前作ったアイラインを下に貼っていました。そしてこれ型取り用に1枚ペロリンチョ剥がしました。よくくっつくんですねこれね、何回も貼り替えできますこれ。そして2枚新しくお家にあったライナー 20mm が余ってたのがあったんで、型取りしてハサミでまたチョキチョキしました。そしてシリコンオフで表裏キュッキュッキュッキュ吹きましてですね、ハセプロさんのこれツヤありのカーボン調シートがまたまた余ってるんで、お気に入りのこれシートです。これツヤありでね、外装に使えるシート、今まで外装にツヤあり使ったやつはクリア層にこう水が入りましてね、これは濡れても大丈夫なやつなんで、よし今回はツヤありでいこう。イタリアのドライヤーで炙って、そしてカーボン調ツヤありのアイライン完成しました。丁寧にシリコンオフでフロントライト拭き取りをして脱脂しました。緊張の瞬間、ライナーモールはこれ柔らかいので微調整やりやすいです。高さ 20mm なんで迫力は出ませんが、パッと見栄えが違う感じになればと今回再チャレンジしています。メガネガーニッシュには 3M のカーボン調シートを貼っています。こちらはマット調なので、今回どうなるかなと、これどうかなと、ツヤありを貼ったらどうかなと思ってやってみたんですけど、こんな感じに仕上がりました。ツヤがある分立体感が出たような気がしました。一個人的感想ですけどね、下側と上側にアイラインを入れて優しい目に
仕上がったかなって思います。どうですかね、これね、何回も貼り直してますけどね、これね、ぐーっと押さえないとね、これね、しっかりとくっつきますよ。優しい顔ですね、ほんとね。アイライナーシンプルで今回はツヤありカーボン調チャレンジしてみました。可愛く優しくなったような気がします。えらいこの写真引っ張っていますけど、別に尺を稼いでるわけではないんですけどね。いつも通り言いますよ、せーの、ワクワクワークスレッシング2024。ということで今日のカラオケは玉木哲司さんで恋の予感危険地帯がお届けします。実は貼り直しした時にこれね、メッキこれ一つ割れましてね、追加で1枚注文しましてね、なぜ見たら割れたんです。あなたは綺麗になりたいの、その目を誰もが張り替えたって話ですね。見つめてくれないの、よければグッドボタン、よければチャンネル登録よろしく。